恋の人形は、サイレント時代の1924年に公開された、アメリカ合衆国の映画で、ジョージ・フィッツ・モーリスが監督し、アルマ・ルーベンス、ルイス・ストーン、コンスタンス・ベネット、ノーマン・キャリーらが出演した、恋愛映画。原作は、ジョセフ・ハーゲ・シャイマーの小説、シスレア・ゴッテス・オブ・ラブで、フランシス・マリオンがこれを本案して、映画用の脚本を書いた。この作品の中には、 夢の中を描いた場面が2箇所あり、初期のテクニカラーによるカラー撮影がなされた。この作品は別名でザ・ホー・ビドゥン・ウェイとも言った。リー・ランドンは妻ファニーとの穏やかな生活に満ち足りないものを覚えていた。彼は愛の女神の中からシセリアと名付けた人形を飾り、その人形のような女性と彼が夢見る楽園キューバへ行ってみたいものだと無双していた。 そんな折に、メイのクレアが、夫が愛人を作って、家を出て行ったと泣きついてきた。リーは、その愛人の住まいへと談判に行くこととなったが、この作品は、サミュエル・ゴールドウィン・プロダクションズが制作し、アソシエーテッド・ファースト・ナショナル映画からリリースされた。本作は、それまでのテクニカラーによるカラー映像が、屋外の自然光によって制作されていたのに対し、 初めて人工的な証明によって作られたテクニカラー映画であった。恋の人形はいずれの映画アーカイブにもコピーが所有されていない。本作は失われた映画である。ありがとうございます。